ただ変わらず 5-4 のブロックはタイトです。間松原上げてきた、ヘディングシュートだ。61分、ここで岩田が前に出ました。松本雅也、ここ、まあ、3-3 の局面から少し松原をフリーにしてしまったというところ、ね、で松原も受けてから反転クロスが早かったですし、はい、その入れたボールも本当丁寧なボールでしたね。ちょっとディフェンスの足にはなった。